ちは。こんばんは。私たちノアリミットラブ&ピースバンドじゃないもんマックス仲良しです。メルヘングリーンのベース担当ミューチーこと松月美優です。はい、コットンイエロー担当ゆずぽんこと天夏ゆずです。東京 FM と JFN が運営するオーディで配信中、バンドじゃないもんマックス仲良しの月曜から手上げオーディー。この番組ではマニアをテーマにリスナーさんからメッセージを募集したり、時にはゲストをお迎えしてお届け中です。うん、ということでね、はい、もう今日が8月26日ということで、うん、あ、もうすぐ誰かの誕生日だ。誰だ誰だアマラツイズ。さっきリアルにさ、え、誰の誕生日とか言ってポン言ってたよねだんだんね、誕生日というものの存在が薄れてくるっていうね、大人になるとそういうとこもありますけれども、はい、28日がゆずの誕生日です。イエーイ。今年も無事に年齢職人9になります。あ、ね、何これ今スタッフさんが緑の袋を持ってきてくれたよこれ今見ていいんですか。あ、え、なんだ、あの皿入ってるわ、食べるものですわからんよ、フリスビー大会かもしれんじゃん。フリスビーこれ開けちゃうよ。うん、何、え、なんだろう何これ、タルト、タルトじゃないかな、っていうのこれ、なんかタルトじゃない、そう、タルト、いやー、バター、ケーキにフルーツが乗ってるやつ、美味しいに決まってるんだよ全部美味しいんだからそんなもん。え、赤があるからなんか唯一の赤ポンもらっちゃおう。おいよすごい嬉しい、ありがとうございます。あ、なるほど、ね、そしたら先に呼び込みたいよね。 それそうしよう。じゃあとりあえずちょっと話を進めますね、はいこの番組はですね、バモンの YouTube でも不定期で公開してます。 YouTube をお聞きの皆さん、どうもどうも、はい、こんにちは、こんばんは、ということでね、この後はね、オーディベンガムベンガムベンガムオーディ番組メンバーシップ限定での配信です。どんな髪型何も見てないぜひ会員になって聞いてください。こんな感じでね、はい、のほほんとやっております、うん、ということでね、早う呼び込みたいということで、そうしましょう。今回の配信にはゲストの方が来てくれてます。この二人です。はい、私たちゲイでもアイドルになれるミキ、ペイ、フレ、クレ、2丁目の先駆けカミングアウトのペニャムニャムです。日が暮れないです。イエーイおめでとう、ありがとうございます、独特拍手嬉しい、めっちゃにぎやか、ねね、そう、今回はね、はいはい、2人が来てくれたということでね、うんうん、4人でお送りするんですけれども、はいはい、なんと今さっきのね、ケーキがね、はい、4つあるんですよ。嬉しい、食べましょう、分け分けしながらあのやりましょうねということで、はい、あ、美味しそう、美味しそうですよね、これ。オレンジ、イチゴ、アプリコット、アプリコット、白桃、これ白桃っぽい、逆かな、違うか誰から選ぶ。それはもうね、あのゆずぽんさんお誕生日なのでポンは赤にする、おめでとうございます、ね、うん、取っちゃいな、あ、取る、いいよ、いける、うん、おお、選んでください、ぜひ、いいよ、レディーファースト、ね、優しいんです、優しいんです、ゲイは優しいんですじゃあ優しさで選ぼうかな、うん、え、何にしようかな、こ、多分だけどこっちが白桃に見えてる、そうだね、うん、じゃあこれにしようかな、アプリコ、アプリコかな、わー、桃とオレンジです、どうぞ、いいよ、若い子選びなさい優しい、優しい、先生ありがとうございます、ありがとうございます、美味しそうだね、ね、あら、ワクワク、ワクワク、わー、美味しそう、ね、包み方も可愛い、これね、キャンディー包み、嬉しい、可愛い、ありがとうございます、すごい、おめでたい日のね、そうなんです、もうちょが誕生日なんとなく色を選んでしまった、ピンクにします、これも取って一緒に、たらたらたら、開けちゃった、ありがとうございます、困ってない、いいいい、いやすごい、もう収録中なのに、バエバエ、写真撮って自撮りもしちゃいましょう、すごい、
初めてね、こういうラジオにまたマモさんのねお呼びいただいたんですけども、そうですよね、嬉しい、嬉しい、いや嬉しい、こういうすごいわきわあいあいとしてめっちゃマイペースにお家かのようにやってます。すごいホーム感がね漂っててすごい嬉しいのありがとうございます。今日のね出てたライブがちょっとアウェーでドキドキしちゃったから、こういうホーム感のあるものってすごい嬉しいですよなんかでも本当に結構でっかいイベントとかだと、うん、日曜明けさんがいるとうちらもめっちゃ安心するし、わかるわかる、本当にそうで、うん、いるだけでマジで急にさ、うん、和むよ ね仲間たちの気持ちになる。そう、うん、そう、私たちもバンモンちゃんとやるときはすごい心強いっていうか、うん、モンスターの皆さんみんないい人だよね。いや、そうなんですよ、みんな大好きなの、日曜明けさんのことが本当に大好きなの。そう、うちの仲間もすごいバンモン大好きで、嬉しい。やっぱさ、ツーマンツアーするしかない、もう一生やってるんだよね。やりたいよね、ツーマンで海外行きたい。そう、海外行きたい行きたい行きたい、まあ、とりあえず、はい、回って沖縄行って海外、あ、そして順番にね、行きたい、すごい、制作費はそちらもちろんかしこまりました頑張りマンボねえ、こんな感じでね、はいはい、結構普段からね仲良くさせてもらってるんですけれども、はいはい、なんか改めてね、なんて呼び合うかみたいなのをね、そうだね、みんなにも発表しつつ発表しつつなんて呼んでるっけ、普段ペイニャムさんはペイニャムさんって呼んでるけど、そう、呼んでほしい名前とか、ペイちゃんで全然いい、ペイちゃんって呼んでいいんですか、なんでいつも敬語なんだろう、正解だからそれはそうですよ、全然だよ、じゃあペイちゃんって呼んでよ、全然呼んでペイちゃんね日が暮れないさんはポン、何気にどう呼んだらいいかと思って、あ、でもよく日賀さんとか、日賀、確かに日賀さんって呼ばれてること多いか、はい、さん付けで呼べってこと、違う、日賀ちゃんってねあんまり言われないと結構クレちゃんとかも多いんじゃない、クレちゃん可愛い、クレちゃんも、そうですね、クレちゃんにする、ペイちゃん、クレちゃん、はいありがとうございます。じゃあ私はミユチで、もう呼び捨てで、ミユチ、ミユチミユチポンちゃん、はい、ポンちゃんです。ミユチ、ミユチ、ちょっと、僕ミユチさんって言っていいですか、ちょっとさすがに、ちょっと4年目だよ、やだ、ミユチ、ミユチ、なんか恥ずかしくなってきた、音なくなった今すごい目を見て呼んでくれるから僕はちょっとミユチさん、ポンちゃんさんでいっちゃう、ポンちゃんさん、ちゃんぽんみたいだね、ちゃんぽんね、うまいよねいや、いいですね、じゃあ、ケーキも食べちゃって、食べましょう、食べる食べる、じゃあいただきながら、いただきます、誕生日おめでとう、喋ります、おめでとうございます、ありがとうございます。ミユチどうしよう、なんだい、なんとYouTube はここまでなんだって、この時が来てしまったこの後はオーディ番組メンバーシップでしか聞けへん、聞けへんで待ってますよ、あっちの世界で、ほーなーほーなー。